皆さんこんにちは、樋口金物機構です。今回の動画の本編を見ていただく前にね、樋口金物機構、ひぐひぐチャンネルのコメント欄、ご存知だった方もいらっしゃるかもしれませんけど、解説当初からね、ネガティブコメントがあった際に対応できるようにっていうのでね、 YouTube の機能であります、掲載しますかしませんかっていうところで掲載するしないを私の判断でさせてもらっておりました。なのでね、当社のね、コメント欄ネガティブコメントが少ないと思います。まあ、そういったネガティブなコメントを発信したい方っていうのも大勢いらっしゃるみたいなんですけど、まあ、ネガティブなコメントはね、掲載する必要ないだろうということで、ブランディングも兼ねてますので、そういったネガティブなコメントは掲載しておりません。はい。なのでね、今回コメント、そのネガティブなコメントしてくださった方のもね、削除させてもらったので、晒し上げるとかそういった意図は全くないので、はい。本編の方を見ていただきたいんですけど、あと、Android の携帯使ってる方ね、コメントすると本名を、Android の携帯のに登録したまんまの方とかがいらっしゃるので、そのまま本名が上の方に出てきてしまったりするのでね、コメントする際、ぜひね、そういったところも注意してみていただければと思います。はい、Google の Android の、登録しているところがそのまんま反映されてしまって、出てきちゃったりとかするのでね、本名をあんまり出したくないんだっていう方とかコメントする際ね、その辺の機能のところがね、勉強した上でコメントしてみていただければと思います。それでは本編の方ご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、樋口金物機構です。サムネイルを見てびっくりされた方も多いんじゃないですかね。ちょっと怒ってますと言いますのも、6月に上げた防護ズボンの PR 動画ですね、コメント欄にですね、チャプスを履いて熱中症になったというコメントをいただいたので、日本は安全意識の後進国なので、そう見られなくなるようになるためにも、チャプスを履かない、熱中症になるからチャプスを履かないとか安全ズボンを履かないっていう意識をやめて履くようにしてくださいとコメントをお返ししたところ、なんでそんな上からの言い方なんだ、商売人じゃねえなというコメントをいただきました。はい、まあ事実ね、日本は安全意識の後進国だと思います。というのもね、林業と死亡率ですね、林業、道具と技16号ですね、こちら、残念な統計が出ているんです。はい、こちら、大きくちょっと画像を載せますね。死亡率ですね、林業労働災害なんですけど、雇用者数についての統計とかで差があるとあれなので、素材生産の100万リューベルあたりでの死亡率での推移なんですね。このように日本はですね、チェーンソー作業が多いオーストリアですね、日本よりも山が険しい中でもチェーンソー作業が多いオーストリアの死亡率に比べても6倍近い、平均でね、6倍近い死亡率となっております。なんでこんなに死亡率が違うのかというところの中で、やっぱり安全意識と、あとその林業につく中でのどういうふうに林業者を増やしていくかっていう仕組みとかのね、違いはもちろんあるんですけど、まあ一番大きいのはやっぱり安全意識ですよね。安全意識がやっぱり軽薄な方が多いっていうのが、実情あります。チェーンソーズボン、防護パンツ、チャップス義務化になってまだ数年しか経ってないのでね、今後これからどう変わっていくか、いけるかっていうのがね、これからの仕組みになると思うんですけど、シートベルト何十年前なんですかね、完全義務化というかルールになったの、35、6年ぐらい前になるんですかね、なった時に、シートベルトやっぱりしたくない、慣れないっていう方とかいたかもしれませんけど、今はもう当たり前になってますよね。ぜひね、チェーンソーズボン、防護パンツ、これらもね、当たり前にしなきゃいけないんだっていう意識にどんどん変わっていただきたいんですけど、シートベルトは警察が、おまわりさんが取り締まりを行いました。はい、チェーンソー作業に至っては防護ズボン履いてなければ首だとかそういうルールが取り締まる人たちがいないんですね。なので個人の意識と、あと会社さんの社長さんだったり経営者の方の意識に、かかってるところは非常に大きいと思います。まあお客さんの中でね、チャプスを預けてるのに履かずにチェーンソー作業して足を切っちゃった方に仕事辞めてもらったっていう会社さんも事業体もあったり実際あるんですけどね、そういうふうにね、変わっていただければ本当はいいんでしょうけど、中にはやっぱりそのようにね、そういうコメントをする方のように、履きたくない、熱中症になってしまったんだ、どうしてくれんだっていう気持ちなのかもしれません。その方はなんて私にコメント返してほしかったのか分からないですけどね、チャップス防護ズボン履いて熱中症になったっていうコメントに対して、じゃあ熱中症になるんだったら履かないでくださいっていうコメントを返してほしかったんですかね。
履かなくてもいいですよっていうコメントを返してほしかったのかどうかわかんないですけど、明らかにね、熱中症になっても履くようにしてくれっていうコメントをもらうのはおかしいんじゃないか、お前商売人じゃないな的なね、感覚に感じになってらっしゃったみたいなので、それだとやっぱり日本の安全意識の後進国はそのままになってしまうので、どっかでそれを変えていかなきゃいけないなっていうことで今回の動画撮らせていただきました。このようにね、販売店が今後、安全意識を PR していかなきゃいけない時代になってきてると思います。まあそういう取り締まる方がおまわりさんのようにいるわけじゃないのでね、山の中だとかそういう作業の中ちゃんと履いてチェーンソー作業やってますかとかっていう、履いてなかったら罰金ですよとか、そういったルールがね明確化されてないのでね、あの労働災害の方、仕事の方ではね、それで怪我をしてしまえば現場が止まったりとか、そういうペナルティはあるとは思うんですけどね、そういったのを一般の方にもね意識が浸透しきってないところがあるんだなと感じます。熱中症になっちゃうから吐きたくないんだ、それはもうごもっともだと思います。ただそれをコメントとしてね発してしまうっていうのはね、車運転するのにあの苦しいからシートベルトしたくないんだって言ってるのと一緒でね、それを言った方どういうふうに見られるのかっていうのはあんまり考えずにコメントしたのかもしれないですけど、熱中症の対策と足を切らないようにする対策はそこはね別で考えなきゃいけないと思うんですよ。チャップスは安全のために必ず履いた方がいいです。熱中症は熱中症の対策として別の対策を取るべきなんですね。その辺の考えに至らなかったっていうことだとは思います。防護ズボン、履く履かないはね絶対履いた方がいいです。仕事でやってるのは、ね、今もう完全義務化なので、はい、雇用主が怒られてしまったり、万が一怪我した時にねもう現場が止まったり、どういうシチュエーションで怪我してしまったのかとかね、そういうのをどって、いろんな方を動かさせてしまう結果にもつながっちゃいますというところでね、あの履かない方がいいっていう考えには絶対にならないですし、履かないでくださいっていうことを言うことは絶対にないです、はい、というところでね、現状の背景も様々、いろんなことが要因だと思います。と言いますのも、私スチール取り扱いし始めてから、あの欧米のそのルール、スチールのチェーンソーを扱うとき、試し切りするときは絶対チャプスズボンを履くっていうのをね徹底させるっていうのとかね、そういったのをもう見てきてますので、そういった意味ではハスクバーナーもすごい素晴らしい、そういった意識が徹底されてます、はい、それに対して日本メーカーちょっと緩いです、ルーズです。バッテリーチェーンソーの試し切りだ、エンジンじゃないからっていう意識がどっかでもあるのかもわかんないですけど、そういうチャプスだとか防音ズボン履かなきゃダメですよっていう徹底ができてないところが、メーカーの人間自体がねできてないところが多かったりします。そしてそれをさらに販売店に浸透させれないので、販売店さんもどのメーカーを担いでるかっていうのでね、販売店が安全を PR する意識、ユーザーさん、お客さんに意識させることができるかどうかっていうのも差が出てくるところなんじゃないですかね。履いた方がいいですよじゃなくて、履いてくださいっていう風な形でプロの人たちにはね、あの浸透させていかなきゃいけないですし、熱中症になるから履かなくていいよっていう風な言い方は絶対お店の人は言えないはずなんですよ。同様にね、草刈り機のカバーを下げずに使ってくださいっていう風なのも PR していかなきゃいけないなと思います、はい、草刈り機のカバーを、下げないで使ってくださいっていう動画を上げた時にね、下げずに使うなんてやってられない、そんな作業性の非効率なことやってられないっていう意識の方が非常に多かったんですね、はい、というぐらいやっぱりチェーンソーに関してもそうですけど、草刈り機の方に関してもその安全意識非常に薄いっていうのが日本の市場なので、その辺もねどんどん意識をしていただくための PR をしていかなきゃいけないんだなというふうに実感しております。はい、今回の動画ねこういうわけで、サムネイルを見てびっくりして、見てくださった方、大変ありがとうございました、まあ、このようにねコメントに対して怒ってるというより、そういう意識が薄いんだなっていうことでの、じゃあ安全意識を変えていただくきっかけの動画になればいいなっていうことでね、作らせていただきました、はい、やっぱりね、安全意識、怪我をしない、させないっていうところで、販売店さん上からの言い方になるかもしれませんけど、気をつけてくださいねってやっぱり PR していかなきゃいけないんですよね。買ってもらえればいいっていう考えにはなっちゃいけないなっていうふうにね、私は考えております。なので、ね、同じ意見の販売店さんいらっしゃいましたら、ぜひね、どんどん安全意識を高める PR していってほしいです、はい、まあ、同志になりますんでね、ライバルメーカーのものを売っててもね、そういう意識をお客さんに考えてもらうっていうのは大事な PR になると思いますんで、私はね、そっちの方向でやっていきたいと思いますし、やっていきます、はい、何言われようとね、お前売る気ねえのかとか、そういう風な言い方を言われるかも、今回のように、ね、言われるかもしれませんけど、
安全意識はやっぱりね、浸透させていかなきゃいけないので、そういう役回りも現在の販売店はしなきゃいけないと考えておりますので、やっていきます。はい、なのでね、同志の方、さまざまそういった考えのお持ちの方、コメントをいただけたらと思います。はい、まあ、今回このような動画になりましたけどね、安全意識高めるのにね、ご協力いただける方、さまざまコメントください。はい、今回の動画良かったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。